ご近所さんから柿をいただいてきました。こっちは、庄内柿でしょうか。もう一つは百名柿でしょうか。どっちも渋柿です。百名柿はホームセンターでは甘柿として苗木を売っているんですけど、秋田のような寒いところでは甘柿になりません。渋いままです。時々甘柿になる個体もありますが、この一かごの中に2つしかありませんでした。自分は干し柿は2階の空き部屋で作ります。しかもほぼ5日で完成するんです。皮をむいて10秒ほど熱湯につけて消毒したら工事用の単管に吊るします。乾燥は2台の扇風機と石油ストーブと家庭用の除湿機です。これでほぼ3日で皮が張ります。干し柿作りの大切なことはいかに皮を張らせるかということです。暖房のせいかな、中身も結構熟して柔らかくなっています。外に吊るすとなかなか皮が乾かないので、天気の悪い日が続くと表面にカビが生えたりします。日に当てて干すのも間違いです。干し柿が黒っぽくなってしまいます。日の当たらない通風のいいところに干すのが正解です。でも結構ほこりや砂が飛んできて付着したりします。さて3日で皮が張ったので4日目はもみ作業です。中身を指で潰しながらもみます。1分間で3個から4個もんで、今回の270個を1時間半かけて揉み終えました。大きい方は翌日もう一度揉むつもりです。干して5日目には中身がトロトロのあんぽ柿が出来上がります。固めの柿が好きな人は室内にあと1週間も吊るしておけばいいんです。もう扇風機もストーブもいりません。今日は柿を干して6日目です。色もきれいに柔らかく仕上がりました。中身はトロトロのあんぽ柿です。では早速試食してみようかな。今年も上手に出来上がってます。大きい方はまだちょっと渋みが残っていました。あと 2,3 日干しておけばちょうど良くなるかもしれません。知人や親戚に送ってあげるととっても喜ばれます。おしまい。